北京オリンピックのスピードスケート女子1000メートルで高木美帆選手が1分13秒19のオリンピック新記録で金メダルを獲得しました。高木選手は1500メートルと500メートル、それに団体パシュートの銀メダルに続いて、今大会4つ目のメダルで、個人種目で初めて金メダルを獲得しました。前回大会で、この種目で銀メダルを獲得した小平奈緒選手は1分15秒65のタイムで10位でした。銀メダルは1分13秒83をマークしたオランダのユタ・レールダム選手、銅メダルは1分14秒61のアメリカのブリタニー・ボー選手でした。ご視聴ありがとうございました。今後も当チャンネルでは、北京オリンピックの速報をお届けします。チャンネル登録・高評価をぜひお願いいたします。